はい、2階の方に行きましょう。あ、はい、2階ですね。鍵がかかっているみたい。やっぱり鍵がかかっている部屋が多いのか。この辺なんか反応はないよね。こちらも鍵がかかっているみたい。この部屋から鳥の声が聞こえる。ほうほうほう。なんか怪しいぞ。そして、あ、何か見せてくれる？これは、え？これはこれは、なんか引っかっ、え？なんだろう？なんだ？なんだ？何かが見えた。ちょっと待ってね。とりあえずちょっと、あ、どこも行けないじゃん、ここ。こっちは？あ、こっち行ける。あら、なんか荒れ果てた感じですね。蜘蛛の巣が張ってんのかな、これ。こっちは？あ、待てよ。これは何？うん。あ、いける。あ、後ろなんかいた。後ろなんかいましたよ。跳ねる動物を収容する。何のこと？っていうか、急に何？謎解き？跳ねる動物。わあ。ちょっと。これは？あ。いや、わかりづらい。なんだろう。何がいる？でもなんかいる。なんか見つけてこいってことなのか？謎解きってほどの謎解きではないけれどもね。これ何？あれ？この本、間に何か挟まってる。あ、鍵だ。イェイ。古びた鍵ゲット。あ、なにこれ。やはりしばらく使っていないと建物はすぐにダメになる。そこら中、ホコリや砂、蜘蛛の巣だらけだ。ホコリや砂は一度吐けばある程度問題ないが、蜘蛛の巣だけは吐いても吐いてもまたすぐ現れる。本当に困ったものだ。最近はね、蜘蛛の巣ができないようにする、なんか、スプレーみたいなのあるよね。あれ使えば？俺使ってるけど全然蜘蛛の巣できないよ。ある日、私は窓辺に研究所のハーブを置いておいた。するとどうだろう。そこだけは決して蜘蛛は寄りつかなかったのだ。なるほど。目には目を、歯には歯を。自然に対抗するには自然の力がいいようだ。あ、何のハーブなんだろうね。そういうハーブあるんだ。蜘蛛の巣ができないっていうかね。ここなんかあるじゃん。鍵じゃない？これ。これ鍵だよね。鍵？これは何もない。空っぽ。瓶。なんでこんなものが入ってんの？なんか置くんだろうな。違う？これ。この上になんか置くんじゃないの？まあいいや。とりあえず。ん？これ何？はい。ここは？いけない。さっきの古びた鍵ではないんだね。じゃあ、ここ。へへへ。あれが跳ねる動物だろう。くそー。あれ跳ねる動物だろうよ。これは？反応ないのか。あ、カエルの妖精、実験中のため安易に触らないこと。また成長薬を使用する場合は、使用する薬品に注意すること。特に赤色の薬品は成長速度を異常に早めるため、より一層注意すること。ということは赤だろう。あ、これは？ほら。あれ？別に捕まえられるわけじゃないんだ。お腹空いてんのかな？あれ？なんだ？あ、こっちは？なんかいろいろ急に増えてきたな。さっきのこれって、もう一回見てみよう。これって下の階のじゃないの？奥の方の話じゃないのかな？
違うか、あれどこと俺は勘違いしたんだ。なんか見たことある景色というか、あ、これは取れないのか。これはこういう薬品を取れたりはしないんだ。薬品っぽいやつ、ないのか。なんかあると思ったけど、勘違いっぽいな。これなんだっけ？こっちか？なんか覚えがあると思ったんだけど、勘違いっぽいな。あ、ここでもないのか。ここっぽい感じがしたのか。なんか台所っぽいっていうかさ。違うんだな。あ。あ、でも古びた鍵じゃないんだ。古びた鍵ではない。古びた鍵ではない。あ、思わずまっすぐ突っ込んじゃったけど。精霊の力をかざし真実の海岸にすることで最後の道が開かれるであろう。ああ。これか。え、大精霊と国王。なんか上に金色の金色のが飛んでるよ。古びた鍵どこに使う？あれ？古びた鍵は？どこに使うんだよ。あ、ここに使えた。え？男はネズミが大嫌いだ。ネズミが来たら気をつけろ。彼の怒りは地を揺るがす。ネズミいたね、向こうにね。あからさまになりこいてくださいって感じね。あー、なるほど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。揺るがすとどうなるんだろう。いけない。あ、いける。え、じゃあなんかこの部屋で暗くない？蜘蛛の巣がランプに絡みついているからだ。まずは天井の蜘蛛をどうにかした方がいいのかもな。だって明らかになんか雲っぽい形のが揺れてるじゃん。気持ち悪い。これチーズじゃん。チーズ、ここにチーズをじゃあ置きます。するとネズミがトムとジェリーのジェリーのように来た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 。そして揺るがす。ああ、ネズミも慌ててどっか行っちゃった。何これ。で、なんか穴みたいなの開いてるけど、え、それだけ？それだけなの？ここはなんかなる？あら、何にもなんない。何にもなんないじゃん。あれれ、これ以上怒らせるな。これ以上怒らせるなって言われても、あー、何もなんないんだ。あれれ、なんか足りてないんだな。なんか足りてないわ。わかった。じゃあ、しょうがない。なんだ、なんか、ね、怒るんだと思ったけど。これは何だったんだ？これだって台所じゃないの？薬品があったんだよね。薬品があって花があったっぽいんだけど。あ、違うのか。あ、なんかいけた。あ、壁壊れてる。さっきのやつ？ドンドンってされたから？ああ、あ、そうか。カー君が行くんだ。隙間から。行けばいいんだろ。行けば。はい、お願いします。あら、話が早いじゃない。
お前マジで図太い性格してんのな。いってらっしゃい。で、鍵開けてくれる？開けてくれたかな？はい、ありがとう。ほらよ。ありがとう。ん？なんだよ、人の顔じっと見て。ああ、うん。だからなんだよ。今まで混乱してて何も不思議に思わなかったけど、改めて考えると、カー君って謎よね。今更？どうしてカー君は人間の姿になれるの？だよね、他の妖精とかなれないのね。ん？だって、私の家にいた精霊もここにいる精霊もみんな人間の姿はしてないじゃない。なのに、どうしてカー君は人間になったり、カラスになったりできるの？力が強いからだ。ほう、特別なんだ、カー君。力が強いと人間の姿になれるの？今の大精霊だって人間の姿してるだろ？あ、確かにね。そりゃあ、アスベル様は大精霊だから力は強いだろうけど、そもそも名前持ちなんだから力はそこそこ強い。名前持ち、名前持ってんだこの人。カー君じゃなくて。名前持ち？普通精霊には名前はないんだよ。でも、名前を持つことでさらに力が強くなって、こうして人型になれるってわけ。名前を持つと力が強くなるの？そうだ。おう、名前はそいつの存在を証明できる唯一のものだ。難しいこと言うのね。もしもここに俺と俺以外のカラスがいたら、その違いは何だと思う？口が悪いかどうか。お前な。まあ、見た目の特徴はさておき、明確に区別するには名前が必要だ。名前があれば、俺はカラスという種別から抜け出せる。お前だって、他の精霊は精霊って呼ぶけど、今の大精霊のことは名前で呼ぶだろ。ああ、わかったよな、わからないよな。そもそも精霊の名前は誰がつけるの？誰かに名付けられるって感じじゃないな。力を得た時に自然にわかる。そう。そもそも人間の感覚と精霊の感覚は違うんだから、理解しようとするのは難しいかもな。要は名前がある精霊は強くて人型になれるってこと。で、それだけ力が強い精霊は稀だ。今も昔もそんなに多くない。わかった。カー君はすごい精霊なのね。名前の点で言ったら人間の方がすごいと思うぜ。え、みんな名前があるから？何せ人間は全部名前持ちだし、お前もよくあれだけの人数覚えられるな。確かに私たちと精霊の感覚って違うみたいね。名前があるのが普通だと思っちゃってるもんね、人間は。名前か。ちょっと待って。あ、言っとくか。これ以上噛み砕いて説明するのは無理だ。俺も説明がうまい方じゃないんでね。カー君、人間の姿になってるわよね。ずいぶん今更だな。カー君、あなたもしかして、ちゃんとした名前あるの？まさかカー君という名前のせいじゃないもんね。まあ、一応、なんだなんだ？気になる。気になるぞ。名前教えろ。なんで言ってくれなかったの？あ？何怒ってんだよ。そりゃ怒るわよ。あなたにちゃんとした名前があるって分かってたら、カー君なんてバカみたいにふざけた名前で呼んだりしなかったわ。な、そういう自覚あるんだ、バカみたいにふざけた名前って。名付け親がそんなこと言ってたら終わりだな。確かに。茶化さないで。ごめんなさい。今までカー君なんて名前で呼んで。ああ、別に。カー君はもうおしまい。だからあなたの名前を教えて。ちゃんと呼ぶから。ダメだ。ダメなんだ。え？なんで？ほら、せっかく開けてやったんだからさっさと行こうぜ。何？カー君っていう名前気に入ってるから？ちょっと。何？なんだ？なんだ？何を隠してるカー君？気になるな。とりあえず入るか。なんか光ってるものがありますね。ああ、この前に。なんだこれ。ダメだな。あ、
通りで、通りで鳥の声がするわけね。よくもまあこんなところに巣を作ったもんだ。え、巣？え、よくわかんないんだけどな。あ、上になんかいる。猫か、あれ。空気は悪いけど、雨風しのげるし、案外いい場所なのかもよ。そういうもんかね。俺はごめんだな。ねえ、何の巣の、何か巣のところに光ってるもんない？鳥は光るものを集める習性があるっていうし、何か拾ったんだろ？あ、そうなの？カラスだけかと思った。光るもの好きなの。今度は鳥の巣をあされって？嫌なら私を鳥の巣まで運んでくれる？え？巣ってどこにあるの？あれ鳥なんだ。あの、青っぽいの2匹と赤いっぽいの1匹みたいなの。こっちの方が骨が折れそうだな。ちょっと傷ついたわ。重いって言ってる。冗談だって。なんだろう、鍵かな。はい。ん？ありがとう。毎回助かるわ。また鍵ね。でも、扉の鍵にしては小さいような。扉以外で鍵あった。さっきの箱だ。小さい鍵。よし、行ってみよう。これは、これ猫じゃないの？これ。上に。なんか尻尾振ってるように見えるけど。さて、さっきのこれだろうと信じて、行ってみるか、一階に。で、どこにあったっけかな？これか。そういえば鳥の巣にあった鍵。この箱の鍵穴小さいし、もしかして。やった。いけるぞ。開いた。私の庭にも生えてるハーブだわ。虫除けにもなるし、止血剤にもなって助かるのよね。何かに使えるかもしれない。よし、ハーブ。ここら辺、なんかないのかな？ないのか。ないんだ。まあいいや。はい、ちょっとセーブもしたいぞ。はい。で、ということはよ。ということは、これで、雲は、やっつけられるんじゃない？ほら、あ、いったいった、どっかいった。すっごい効果ね、ハーブ。むしろよくそんな強い匂いの薬草は持ち歩けるな、お前。そう？いい匂いだと思うけど。精霊は人より鼻が効くのかしら。これだけ暗いと何も見えないし、触りたくないけど蜘蛛の巣どうにかしないと。そうだな。お、頑張った。なんかいるぞ。なんかいるぞ、あれ。鳥よね。鳥だな。私の知ってる鳥より随分大きい気がするわ。うん、なんか、でかいね。そうだな。なんで？そんなこと聞かれても、カー君わかんのかな？大方実験動物にでもされたんだろう。実験動物？なんでいきなりそんな単語が出てくるの？なんかいろいろカプセルとかもあったしね。ん？何？すごい、すごい声だね。鳥とは思えないような声がしたぞ、今。まさか鳥に食べられて生涯を終えるとは思ってなかった。いやいや、まだ食べられてないから。気が早いな。鳥は基本、草食だろ？あれだけ大きくても？ねえ、鷹とかね、ワシとかああいう感じじゃないの。多分。いい加減ね。でも近寄らない方がいい。怪我してるせいか、気が立ってる。え？多分さっき巣にいた奴らの親鳥だ。ああ、そうかい。親鳥。怪我してるからヒナのところに行けないのかな？だろうな。どうすればいい？ああ、そんな無遠慮に近づいて。おい、俺の話聞いてたか？ええ。なるほど。俺のありがたい忠告をお前はことごとく無視するわけだ。ここまで近づいても襲ってこないんだから大丈夫よ。ついさっきまで食われると思ってた奴の発言とは思えねえな。
おうおう、で、どう考えても怪物の鳴き声みたいだ。ハーブこれだけしかないけど、ちゃんと止まるかしら。なんか止血剤にもなるとか言ってたね。治った？リジ？何？その鳥は一羽のヒナしか育てない。ああ、そう、そういう種類。いるよね、確かね。多くのヒナは成長になる前に食われる。親鳥は守りたくても、ヒナの数が多ければ多いほど、目が届かずに守ってやれない。だからその鳥は一番優れたヒナを選び、そのヒナだけを育てるんだ。まあ、しょうがないね、そういうのはね。他のヒナはどうするの？親鳥が殺す。ワオ。そう。お前がその鳥を殺せば、あのヒナは死なずに済む。え、でも誰が育てるの？そうかもしれないわね。この話を聞いても、助けるのか？子供は親がいないと生きていけないわ。たとえいつか自分を殺す親だとしても、その親がいなくちゃ、今を生きることもできない。それに、やっぱり親がいないのは寂しいものよ。これはリジーの経験から来てるのかな？そうだったな。お、治った。早い。少しはマシになったのかしら。だろうな。それならよかったわ。なんかお礼にしてくれる？鶴の恩返し的な。なんかある？もしかして。行っちゃった。飛べるって便利ね。まあな。ところでカー君。なんだ？さっきあの鳥のことを実験動物って言ってなかった？ああ、それどういう意味？なんであの鳥のこと実験動物っていうの？カー君。さっきここにあった本を読んだ。お、本。ちょっと。私が真面目にクモの巣取ってる時に何のんきに本読んでるのよ。確かに。この場所のこととか、ここでしてたことの記録とか、いろいろあったから。それで、ここは誰のお屋敷だったの？不法侵入、許してくれそうな人？というか、ここにいたクモはどこに消えたんだ？あんなでかかったのに。所有者は知らねえけど、ここはもともと精霊の実験施設だったみたいだ。精霊の？精霊の実験施設？ああ。精霊の力を増幅できないかとか、精霊の力をなんとか人間のものにできないかとか、そんなん書いてある本ばっかりだった。そんなことできるの？それを証明するためにここで実験してたんだろ？ああ、そっか。初期は500年くらい前で止まってる。それ以降、ここで研究はしてないはずだけど、なんかでも薬とか残っててね、虫とかが飲んだってこと？それを。それであんなでかいクモがいたってこと？500年前、よくそんな建物がまだ残ってるわね。ずっと封印してたみたいだぜ。封印？精霊の力を使って、ある程度建物の老朽を防ぐことだ。建物の中への侵入も防げる。とはいえ、500年も前の封印だから、今はもうほとんど、溶けてるみたいだけどな。すごい。でも、誰がそんなこと。500年前の国王。え？ここって王家の建物なの？そりゃ王族しか精霊が見えないんだから。研究するのも当然王族だろ。それもそうね。でも、なんで封印したの？どうやら、研究自体がそもそも非公式のものだったらしい。それってみんなで内緒でやってた子ってこと？まあそういうことになるな。理由はあくまでも予想だけど、国王が精霊を殺して研究するっていうこと自体、外聞が悪いからってところか。そうか。研究するってことは、当然精霊が死ぬこともあったはず。国王は研究に没頭した挙句、大した成果も得られず、公式だったことをこれ幸いとばかりに、まるで何事もなかったかのようにここを封印したんだろうよ。随分勝手な王様なのね。散々精霊を犠牲にしたくせに。
なんで精霊は研究に協力したの？自分が殺されるかもしれないのに。下級精霊は俺や大精霊みたいな上級精霊のように知性があるわけじゃない。ほう。自分が何をされているかもわからないまま実験されてたはずだ。ひどい。じゃあ、その時の大精霊様は反発しなかったの？自分の仲間が実験台にされて殺されてるっていうのに。さあな。王様だからって何しても許されてたのかしら。その王はこの世で初めて大精霊を従えた王だった。王。初代の王？え？それって。悪い。誇りっぽいところに長居させたな。まあそうだね。こんなに蜘蛛の巣張ってるところだから早く出たいよね。それは全然大丈夫だけど。行くか。ここ薬草の匂いもきついし。とりあえず出よう。精霊が実験されてたって知って、カー君もショックなのかな。なんかあったりはしないのか。割れてる。なんで蜘蛛の巣ってこんなにペタペタくっつくのかしら。ボロボロ、精霊の力で建物の老朽は防げても本は難しいのかな。黒っぽい。黒っぽいものって何？よくこんな蜘蛛の巣だらけの本読めたわね。なんか特にはないのか。これ本が開いてる。まただ、また失敗した。一体何がダメなんだ。理論上可能なはずなのに。この施設をずっと隠しておくのは難しい。もしこの研究が明るみに出れば、早く成果を得なければ、私は国民の信頼を失ってしまう。下級精霊ではダメなのだろうか。しかし、上級精霊には知性がある。心よく研究に応じてくれるとは思えない。それに彼は、私の初めてにして唯一の、彼って誰？期待に応えなければ。なんだろうな、まだ謎が増えてくる。どういうこと？彼って誰だ？さてさて、あの鳥さんとこかな？行くとしたら鳥さんの、ところだよね。ここか。親鳥がいた。なんか、これ。なんだ？猫？ごめんね。食べ物は持ってないの。なんか泣いてんのか。食べ物が欲しいんじゃないのかな。迫ってくる。ついてくる。一緒に来る？特に楽しいことはないけど。ロニカついてくるようになった。愉快な仲間が増えたぞ。鳥さんは？ね、鳥さん。やった。あれ？鳥さん。鳥さん、話しかけても何もしてくれない。鳥さん。ちょっと、助けてあげたのに。ダメだわ。鳥さんはダメっぽい。あとはあれだよね。内臓。これも赤い液体かなんかがあればって話なんだろうけど。参ったな。とりあえず跳ねる動物。猫さんでしょ？ここに猫さんじゃないの？ほら。精霊の記憶では確かこのカゴに猫。どうした？精霊の記憶だと、このカゴの中に猫を入れてたんだけど、まさかかわいそうってこと？そうか。じゃあ入れるか。わあ、やばん。なんだよ、その目は。こんな狭いところに閉じ込めておくなんてかわいそうじゃない？さあ、でも、それが脱出につながるかもしれないんだろ？そりゃそうだけど。ほら、黙って入っとけ。はは、入れた。入れたな。はい、入れた。
胸が痛い。まあ胸は痛いけど、まあしょうがない。何も殺すわけじゃねえんだから。お前も後でちゃんと出してやるから心配すんな。いやーって言ってる。あーくん、なんだよ。ううん、なんでもない。うちは悪いけど、なんやかんや優しいのね。かーくん優しいよね。いろいろ協力してくれるし。あ、なんか音がした。あれ、今の何？あ、これか、これか、これか。鍵？なぜ？なぜ？カゴに対応してんの？まさかの。じゃあこの鍵を使って、開かない扉がまだあったね。開かない扉。ここも開いてないよな。むしろここか。あーっと、動いてる精霊。精霊動いてます。あ、手記かな、なんか。血？あ、それだけ？読めたりしないんだ。うわ？何度か、これ。奥に何かいる。うさぎ？あら。すすだらけだし、こんなところにいたら体に良くないわ。こっちにおいで。怖くないよ。理事に呼ばれたら飛んでいっちゃうね。なんとかこっちに呼べないかな。あーん。普通に呼んでもダメか。うー、ここも蜘蛛の巣だらけ。触りたくない。ボロボロ。何もない。お前か。何かヒントをオラにくれ。え？え？これさっきの鳥ちゃんがいるとこだよね。ん？うん。お、びっくりした。鳥ちゃんのところだ。鳥ちゃんのところに行ってみるべし。これ、ここは違うよね。てか、お前なんでいる？お、カエル。どういうこと、このグロテスクなカエル。うそん。え、それだけ？あ、もうなくなった。なんかここら辺違ったと思ったけど、あれ、鳥ちゃんがなんかしてくれるわけでもない。カエル、あら、参りましたわね。これは、カエル。これは読めない。なんかあれだな、急にいろいろと詰まっちゃった感じがするぞ。こちらもできないもんね。カエル捕まえたわけじゃないもんね、さっきのってね、別に。真ん中がカエルで、うちはウサギってことだよね。あ、もう開かないんだよな。ん？読んだっけ？あ、読んだ読んだ。はて。参った。赤い薬品とかどっかないの？触りたくないか。ここら辺の薬品とは違う。うん。
ああ、なんもない。カエル、カエルどこ行った、カエル。あら、まいったな。もう終わってるもんね。これも別になんもないはずなんだが、何これしか言ってくれないんだよ。うわ、言ってもしょうがないよね。もう今さら何もないはずだから、やっぱ違うな。これなんだっけ、この塊なんか意味あるの？ないか。あるとすれば、会える。何？なんだなんだ。精霊の記憶によると、確かこの箱の中になんとか使えそうな一本もらっていこう。人参、そういうことそういうことだったんだね。全然わかんなかった。ちょっとこれだよね。人参見えないよ。はい、これで人参使っておびき寄せると。ほら、こっちにおいで。美味しいご飯もあるよ。来た。はい、どうぞ。うさぎって人参好きなの？本当に。よくわかんないけど。暖炉の中に隠れてたせいか、すごいすすだらけ。かわいそうに。でも、なんでそんなところに隠れてたんだろう。これでよしと。もうあんなところに入っちゃダメよ。ついてくる。あら、ついてくる。さっきの猫と一緒だ。あなたも一緒に来る？跳ねてる、跳ねてる。跳ねてるぞ。あら。はい。うさぎをゲットしたぜ。ということは、さっきのところに入れちゃうぞと。うさぎは端っこだったよな。ああ、また心苦しいことを。今度はそこにウサギを入れるって？精霊の記憶だとね。そっか。もう遠慮ないね、カー君はね。まあ後で助けてあげると、出してあげるということで。ごめんね。後でちゃんと出してやるって。それはわかってるけど、だったらいちいちその反応はやめろ。俺が悪者みたいじゃないか。そうね、ごめんなさい。ほら、急いで仕掛けを解こうぜ。そしたらこいつらも出してやれるんだから。ええ、あとはカエル。お、また音がした。なんだあれ。あー、赤いの。あー、そういうことね。明らかにヤバそうな瓶。赤色の液体、なんか薬品っぽい匂いがするけど、でも何かに使えるかもしれないし、一応持っていくか。赤い液体。手に入れた。ちょっと一回セーブしようかな。いやー、セーブセーブ、セーブ、はい、はい。で、赤い液体はこちらにどうぞと。そういえばこの紙に、赤色の薬品は成長速度を異常に早めるって。はい。ドボッと入れちゃいましょう。本当に成長するのかしら。はははは、嘘や
あ、カエルが泣いてる。すごい。これとんでもない薬品なんじゃないの？なんかすごいよね。使いようによってはすごいことになりそう。でもそっか。精霊の研究してたくらいだから、こんな薬品も使ったりしてたのかな。ははは、カエルに懐かれた。カエルに懐かれたぞ。よくわかんないけど、ここに来てから動物に好かれるみたいね。カエル。さあ、このカエルを連れて、ディディン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 。よーし、入れるぞ。カエルもね、飼ってみたいなって思うんだよね。あの、水族館とかによくカエルのコーナーがあってさ、すごい毒々しいのを見て、濃いなって思ったりしちゃうんだけど、これで最後だな。カエル育てるのって難しいかな。そうね。さあ、これで真ん中の、あの、器具がというか、ガラスが割れる。あ、割れはしない。扉が開く。あ、それじゃあ、カゴからみんなを。おぉ。何この、あ、ちょっと、急に。なんだ、化け物が来た？最悪。何今の。さあ、化け物でも起きたか？こんな時に冗談はやめてよ。あながち冗談でもなかったりして。いやいやいや、冗談ではないだろう。あんな声がしたんだから。どういう意味？そりゃ実験施設っていうくらいだから、やばいもんがいたって不思議じゃないだろう。けど、明かりが消えたのは痛いな。それの油も残り少ないみたいだし。どうしよう、どこかに油はないかな。日当たり次第探してみるしかない。そうよね。マジで。やっぱり暗いと怖いか。そりゃ怖いだろ。言ったでしょ。暗いのが怖いんじゃなくて閉じ込められるのが怖いのよ。ならいい。心配してくれてるの？ありがとう。ま、元は俺がここに連れてきたのが原因だからな。もう、それはいいわよ。いつまでも根に持ったりしないわ。何、ちょっとは根に持った？行きましょう。ランタンがいつまで持つかわからないし。あ、先に進む前に今まで行った部屋のどこかに油がないか。探した方がいいわね。マジか。油探せっていうミッションが発生したっぽいな。油？この真ん中が油だったりしないの？しないか。油？油油。防がれてるし。え？またカエルだわ。何今の？え？絶対やばくない？ほら。え？やばくね？カエルのせいじゃないです。はいはい、ごめんなさい。ほら。え、なんか暴れてる。暴れてる気配がするんですけど。ちょっと。ここまではたどり着けたな。え、油。え、これ何これ。え、いけなくなってるわ。なんか赤いのがある。こっちはいける。あ、何？これ別に油じゃないもんね。これは別に関係ない。なんかいけなくなってんじゃん。ちょっと。これ何？これ何の塊なのこれ。天井、あ、天井が崩れて土砂的なもの？え、油は？俺の油は？油しか言ってないんだけど。こっちも行けない。ということは2階のどっか。こっちも行けないでしょ、玄関。油、油。油どれ？なんか足跡っぽいのがあるのか、これ。なんか汚れてるもんね、床が。あ、ああ。鳥さん。何これ。食われてるな。血の匂いが濃いし、まだ新しい。
ヒジ、お前はあまり見ない方が。大丈夫か？なんとか。ちょっと吐きそうだけど。ああ。一体何が起きてるの？やっぱ実験動物だ。凶悪な。リジ、何？お前、どっかに隠れてろ。どこに？急にどうしたの？ああ、体は大丈夫よ。ちょっと気持ち悪いけど、歩けないほどじゃないから。いいから、俺が来るまで、どっか箱にでも入ってろ。ええ。いや、箱って。で、カー君、ちょっと。行っちゃった。そうだ、カゴの中の動物。隠れてる場合じゃない。助けに行かなくちゃ。マジっすか。カー君と別れた。怖い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 。カー君どこ行った？どこ行ったカー君。マジか。カー君と別れたぞ。怖えな。油も見つけなきゃいけないんじゃないの？これも行けなくなってる。行けなくなってます。ということは、ちょっともう一回、これは？こっちは？こっち別にないんだ。あれ？中身空っぽみたいだし。なんか意味ありげなのにな。もう一回。もう一回。何があるかわかんないんで。セーブは必須ですな。絶対なんかあるじゃん。いない。いない、いない。どうした？これ、血？食われた？いやー、嫌な予感。今度は私が食われる。何？なんか影が見えるぞ。おう。でっかいカエルか。嘘。ほんと。逃げないと絶対にやばい。自動で逃げてくれたよ。ちゃんとセーブしてくれるんだ。だって、食われた。食われた。そんな簡単に食われたか。こういうの苦手だな。クレイシ。いけた。おお、まだ。まだ迫ってくるぞ。どうしよう。どこか隠れられそうなところ。この中だ。頑張ればなんとか入りそうね。頑張れ。蓋は。やべえ。まあ、カエルだから匂いでわかるとかないよね、おそらくね。通り過ぎた。行ったのかな？行ったっぽいよね。おお。こんな細かい演出があるんだ。覗いてる。大丈夫そうね。おお、ほほほほ。手が、カー君かこれ。確かにどこかに隠れてろって言ったが、何もそんな汚い箱に入らなくてもいいんじゃねえか？そんなにこう、汚いのこれ。なんだ、カー君か。脅かさないでよ、もう。何今の。出してくれたのか。なんか疲れてる？まあね。とんでもなく大きくて赤いカエルに追いかけ回されて、正直死ぬかと思った。おい、俺は隠れてろって言ったよな。そういえば、言ってたわね。俺は、俺が戻るまで、あいつに見つからないように隠れてろって言ったつもりだったんだが。あら、
そうだったの？本当にお前は話を聞かないな。ごめんなさい。でも、カゴの中の動物が心配で。結局助けてあげられなかったけど。こいつらのことか？え？お。とりあえず一つのカゴに詰め込んできた。すげえな。喧嘩しない？大丈夫？カエルに？猫に？ウサギ？カエルは真っ先になんか殺されそうなんだけど。待ってろって、もしかしてこの子たちを助けに行ってたの？ああ、優しい。後でちゃんと出してやるって言ったからな。まあ、開けても出てこなかったけど。それであんな奴に食われて死んだら後味悪いし。カー君、カー君優しいぞ。何よりこいつらを死なせたら、お前がぐちぐち言うだろ。ふ、そうかもね。ありがとう、カー君。いや、そんなことよりこの場離れた方がいいんじゃね？ん？でも、さすがに一つのカゴに三匹はちょっと狭そうね。そこ？そこ？とりあえずカエルの命がすごい心配。猫とか遊びそうじゃない？絶対言うなよ。ああ、絶対じゃないわ。贅沢言うなよ。これでも必死だったんだぜ。そうよね。本当にありがとう。礼は一回でいい。うふ。あ、ランタンが。油切れちゃったみたい。向こうに明るい部屋があったからとりあえずそこで少し休もう。え、休むの？カー君疲れた？疲れてんのはお前だろ。え、足震えてんぞ。マジで。以上足震えてんだ。まあ、あんなでっかいカエルにね、襲われたら震えるわな。ほんとだ、気づかなかった。人間はすぐに体を壊す。だから俺のペースに合わせない方がいい。そうね、そうする。とりあえず俺の後ろについて来い。転ばないようにはしてやる。セレって暗くても見えるの？まあ人間よりはな。便利。便利っていうか、なんていうかね、すごいよね。ありがとね、カー君。だから礼は一回でいいって。さあ、カー君の後ろについて行こう。お。もう部屋に着いた。月の模様のなんかあるね。絵なのかな、あれ。大丈夫そうか？心配すぎよ。もう足の震えも止まったみたいだし。あら。っていうか、ウサギもね、猫もカエルもみんな仲良くいるんだ。そうか。ねえ、カー君。なんだ？やっぱり私、カー君の本当の名前知りたい。こんな時に。なんで？知っておきたいから。なんで？名前って大切なものだと思う。カー君も言ってたけど、名前はその人だけの唯一のものよ。その、なんていうか、カー君は私があの家に一人でいた時からずっとそばにいてくれてるし、人前では声の出ない私のいい話し相手だったし、こう見えて、カー君のことを信頼してるの。カー君は私にとって結構大切な存在なのよ。そうか。ええ。だからあなたのことちゃんと名前で呼びたいの。まあカー君も好きだけどね、俺は。ダメかしら。どうしてもダメなら最初の文字だけでもいいから。結構粘るね、理事。お前な。もしかして、自分の名前も知らない私には教えたくない、とか。あ、そういえば理事って自分の名前知らないんだっけ。名乗らない奴にはこっちも名乗らない的な。なんか言いにくいな。違う。そんな怒らなくても。怒ってるわけじゃない。教えてくれる？早く。ああ。根負けしたか。クローディア。あら、なんか、えらいかっこいい名前だな。クローディア。クローってカラスのクローか？え？
クローディア、俺の名前だ。クローディア。女の子っぽい名前だけど。あら、それで教えてくれなかったとかそういうこと？バー君、女の子だったの？ちげえよ、バーカ。だから嫌だったんだ、名前教えるの。あ、やっぱそういうことだ。女の子っぽい名前だから言いたくなかったんだ。別にそんなこともないような気はするけど、まあ、わかんないな。もしかして、名前が女の子っぽいから教えたくなかったの？まあそこはあんまり聞かないであげた方がいいんじゃない？ぶ。なんだよ。ああ、ごめんなさい。なんか、思ってたより可愛い理由だったから。別にそれが理由で教えるのをためらってたわけじゃねえよ。じゃあなんだ？そういうことにしておいてあげる。でも、クローディアってすごく綺麗な名前ね。まあな。謙遜のかけらもないのね。なんで、いい名前なのは確かだろ？俺はこの名前を気に入っている。教えるのは嫌だけど、名前自体は気に入ってるのね。なんか不思議なやつだな。っていうか、なんでそんなに自慢げなのよ。気に入ってるなら、これからクローディアって呼んでもいい？ダメだ。ダメなんだ。もう難しいな、カー君。え？この流れで結局ダメなの？どうして？呼ばれたくない。特にお前には。なんだ？なんなんだ？その理由は。地味に傷ついたわ。なんで？恥を忍んであなたのこと信頼してるとか大切な存在とか言ったのに。それどうも。それでもまだあなたの名前を呼んじゃいけないの？カー君って名前も気に入ってる。ああ、そっちなんだね。え？だからお前にはそっちで呼んでほしい。ちょっと、クローディアって素敵な名前があるってわかってる人、まだカー君なんてバカげた名前で呼ばないといけないの。ああ。まあいいじゃん、本人がね、結構気に入ってんだったら。なんだよ、お前が名前を教えてほしいって言うから教えてやったのに。随分不服そうだな。今ほどあなたの名前をカラスのカー君にしたのを後悔したことはないわ。後悔するようなことか？まあそこら辺も精霊と人間のこう、なんかずれてんだな、やっぱり。もしかして精霊のセンスって人間とずれてるのかな。まあそういうことだから、これからも俺のことはカー君って呼んでくれ。呼ぶしかないね。いいじゃん、カー君で。まあ、カー君がそれでいいならいいわ。ああ、それでいい。さあ、もう行きましょう。カエルに食べられたくないし。それもそうだな。さて、普通に行けばいいんだろうか。綺麗な月の絵。あ、なんかないの。だってランタンの明かりなくなったのに。いける？ここに買う。あ、あ、喜んでる。じゃあセーブして。あら、あなたも来てくれたの、ありがとう。セーブして進んでいきますかね。みんなで仲良く、あ、というか置いていくのかもしれないけどね、この3匹は。はい。